ランドセルはこちらです。ここにピンクのラインが入ってます。どう？顔が見えへん。で、今日ね、着てる服も、入学式でね、着ていこうかなって思ってる服を着ています。はい。どう、ちっちゃん？うん、いい感じ、いい感じ。ランドセルのポイントはここにリスがおるやつ。どこに？目に。どこに？下ろしていいよ。どこ？ここシャワー。あ、そのリス？そのリスがポイント？かわいい。施設ポイント。そうやな、それかわいいよね。最初からついてるっていうのもいいよね。うん。じゃあちせちゃん、そのランドセル6年間ね、うん、大切に使ってください。はい。小学生になったら、うん、ちなみに何を頑張りたいですか？お勉強を間違えないで頑張る。間違えないで。間違えてもいいんだよね、一生懸命やったらいいんだよ、間違えてもね。一生懸命やることがね、大切やからね、うん、間違えてもいいから、うん、どんどん挑戦していってください。はい、勉強頑張ります。あ、落ちた。時間割りすぐって落ちた。うん、落ちちゃった。じゃじゃん、こちらです。開けます。もうちょっと、もうちょっとで届く。ここに回すとこがあります。ここをこうやってやるとこうやって開きます。中はこんな感じです。で、知性のランドセルは、土屋カバンさんのアトリエというね、シリーズのランドセルになっています。で、このアトリエは、アーティストさんと一緒に作られているシリーズのランドセル で、で去年の2018年の夏ぐらいかなに買いに行ったんだけど、この年のデザイナーさんは3人ね、いらっしゃったみたいで、その中の安原千尋さんというね、デザイナーさんのランドセルを購入しました。はい。安原さんがこのランドセルに込めた思いが、たくさんの花の中をきれいだな、いい匂いと楽しみながら歩くように、自分の進む道をワクワクしながら作っていけますようにっていうね、そういうね、思いが込められているんだけど、すごい素敵じゃない、このメッセージ。後でね、知ってね、なんかこうよりね、このランドセルのことを好きになったんやけど、こうやってね、あのアトリエのシリーズは一人一人ね、こうアーティストさんが込めた思いがね、違うので、そういうのもちょっと楽しめる一つではあるよね。で、つてはこの紫、ちょっとね、汗た感じの、なんていうの、大人っぽい感じの紫をね、と可愛い。そうそう、あの綺麗なね、彩りの中のね、このデザインが、実は一番気に入ってるのかな。うん。で、中のその時間割り表、それもオリジナルのデザインみたい。はい。ここのね、チャームの、リスのチャームあるじゃん。このチャームのリスが、
このランドセルの中にも一箇所ね、いるの知ってる？どこにいると思う？リスいるから。どこやねん。おった。そう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 。このね、チャームのリスと一緒のリスが、どこにおるか見せて、姿勢。ここです。おった、そうそう、ここにね、描かれてます。かわいいよね。ママもさ、開けて知ってんけど、お、ここにリスおるって思ってさ。で、ランドセルは、こういう箱にね、入れられてきてたんですけど、付属品が入っています。はい。こういうね、袋に入ってきました。はい。かわいいよね、これ。ここでくるくるくるって止まってたよね、確か。こうやってね。お手紙。そうそうそう、お手紙のこのレターセット。この家族の手紙っていうね、こういうものが入っていて、この中にはこういうレターセットがね、入っていました。はい。で、これももちろんレザーで作られているものです。はい。かわいい、これ。めっちゃ。で、あとは、これだね。ランドセルのレインカバー？うん。レインカバーと、あとはこういうの。6年間サポートブック。こういうと、あとはもう納品書かな、そういうのが入っていました。はい。それが小学校になってもよろしくお願いします。また見てくださいね。バイバイ。